心を一つとしてお祈りいたします。尊き。天の父母様。天地人誠の父母様。天暦。一月二十日。新しい朝の安息日を迎え。愛する。兄弟姉妹が。しょんぼっくんに集まってまいりました。また。インターネットで。 礼拝に参加しております水の絵寅年が始まり3回目となる尊い礼拝の時間です最初の安息日はご生誕日喜びと感激の時間を過ごしました2回目の安息日は世界が驚いた天の父母様の奇跡 誠の父母様の大勝利統一家の祝祭の場として平和サミット100万旧国旧姓希望全身大会を行いました愛なる天皇父母様水上虎年は誠のお母様の県政が 天下に現れれる時だと言われましたその御言葉がを頂い,いてからいくらも経たずなされた歴史的な現場を私たちは目撃いたしました。誠のお母様がなされた大勝利をこの時間私たちはお祝い申し上げ、子女の責任として残された新統一勧告安着のための現場での 勝利ののろしを全体で準備してまいりたいと思います。アイナル天皇父母様、天知人誠の父母様、今回の平和サミットと100万九国九世希望全進大会は、協会のみならず、設立の機関、そして企業体も人となって全統一家が見物する。 のではなく節理の主役主人公として立てられましたことにもう一度感謝申し上げますパンギム元総長のお話のように誠のお母様は無から有を創造されました国でもすることのできない誰も想像することのできなかった歴史的事件を想像なさいました これからはこの奇跡を私たちだけで感じ、見ているのではなく、会員権につなげていける私たちとなれますよう、祝福してくださらんことを切に願ってやません。愛なる天皇父母様、誠のお母様は、1962年の水の上虎年のお話をされながら、涙ながらに、残念な思いを訴えられたことを私たちははっきりと目にしました。 当時キリスト教の基盤に乗って世界に向かっていたならば現在の世界的な構図はすっかり変わっていただろうとおっしゃいました。兵人様のうの思いは天を感動させてもあまりあるとおっしゃったとおり私たちがなして差し上げなければならないという決意と誓いがこの時間になされますことを切に願ってやいません。 足りない私たちに勇気と知恵をお許しくださり私たちがキリスト教の基盤を代表し標人様の姿に似ていけるように願ってやみません愛なる天皇・父様今日のこの祭壇は誠のお母様の身条件と世界宣教本部と共感しながらご苦労し生成を尽くされた 中南米天議園長であられるヤンチャンシク園長を迎えし、マコトの父母様の大勝利を今回の行事の歴史的意義を共に伺ってまいりたいと思いますので、精霊の衣をまとわせてくださり、精霊が共に望む尊い時間として祝福してくださらんことを切にお願い申し上げます。もう一度勝利されたマコトのお母様のご健康をお祈りしながら、 ご苦労された選挙本部の職員の方々のご苦労に感謝しその恵みその愛を完全に受け継ぐチョンボックン協会のシック全体となれますようあなたが主観してくださらんことを切に切にお願い申し上げながらこのすべての言葉を。 ここに集まった、そしてインターネットで参加しているシックたち全体の生成を一つとして祝福中心家庭金ム・ソクの名により報告期と申し上げました。